研究員の相原さんっておとなしそうな人ね。その通りだよ、お嬢ちゃん。彼はいつも穏やかでね、争い事もできる限り避けるような人だよ。ギャンブルが好きらしいって聞いたけど。そうだな、あれさえなければね。橋本さんってどんな人なの？私よくわからないんだけど。私も同感だよ。あまり感情を表に出さないタイプだからね。あれでもう少し愛嬌があるといいんだけど。あ、失礼。古文書の話をもう少し聞きたいんだけど。ごめんね、宝物以外の話はよく分かっていないんだ。だから大学で研究してもらおうと思って運び出したんだよ。隠されている宝って一体どんなものなのかしら。そうだね、商人が隠したものだから大判小判の類じゃないかな。もっともただの言い伝えだから本当かどうかまではね。古文書っていつもガラスケースで運んでるの？ああ、そうだけど。それがどうかしたのかい？いえ、何にも。立体資料館の床にスパナが落ちていたんだけど。なんだって？危ないな。スタッフにはよく注意しておけよ。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。いや、その通りだよ。みんなにも怖い思いをさせちゃったね。優しくて素敵な人ね。そりゃこの博物館は館長で持っているようなもんだからね。いやいや、そんなことはないよ。ご謙遜を。この前だって大きな家を建てられたばかりでしたね。いやー、ローンが大変でねって、そんなこと子供に聞かせるもんじゃないよ。秘書の高野さんって綺麗で優しい人ね。ここは学術機関なんだから容姿なんて関係ないけどな。相原さんってどんな人なの？研究熱心なのは認めるさ。でもギャンブル好きでね。聞くところによると借金も多いらしいよ。橋本さんってどんな人なの？私よくわからないんだけど。あの女は本当に働かないね。趣味は貯金だって言ってたけど。古文書の話をもう少し聞きたいんだけど。この時代に宝物だなんてくだらないおとぎ話さ。ている宝って一体どんなものなのかしら。さあな、僕は興味ないね。古文書っていつもガラスケースで運んでるの？なんでそんなこと聞くんだ。君には関係ないだろ。立体資料館の床にスパナが落ちていたんだけど。相原さんあたりだろう。よく忘れ物をするんだよ、あの人は。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。まったくさ、整備係は何をしてるんだか。他を当たりましょう。
次はどこへ行ってみようかしら。別に怪しいところはないわ。他を当たりましょう。次はどこへ。ここはさっきも調べたけど、どうも気になるわ。もう一度調べてみましょう。ごく普通の層、ごく普通の、中は空のようね。ごく普通の、ごく普通、ごく普通の、別に怪しいところは、ごく普通の、そ、別に怪し、ごく普通の、ごく普通の、ごく普通の、他を当たりましょう。次はどこへ行ってみようかしら。館長さんって優しくて素敵な人ね。そう、なんだか調子よくて嫌な感じするのよね、私は。秘書の高野さんって綺麗で優しい人ね。ふん、どうせ私はそうじゃないって言いたいんでしょ。いいのよ、こっちは気にしてないから。島田さんってどんな人なの？大っ嫌い。変に気取っちゃってさ、あの人。制服のボタンなんて普通でいいじゃない。それが何よ。はん。制服のボタン？そう。柄にもなくいいボタンつけて見せつけてるの。相原さんって優しそうな人ね。はん。どこが？いちいちタバコのことで注意してくるんだもの。こっちはうるさくってたまらないわ。古文書の話をもう少し聞きたいんだけど。ああ、宝物が隠されてるってやつね。そんな夢のような話は当てにしないことにしてるの、私。いつもガラスケースで運んでるの？知らないわ。館長の指示ってだけよ。立体資料館の床にスパナが落ちていたんだけど。だからそれが私と何の関係があるわけ？別に。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。そうかしら。別に大騒ぎするほどのことじゃないわよ。何か盗まれたとか言うなら別だけど。他を当たりましょう。
次はどこへ行ってみようかしら。別に怪しいところ他は当たり前。次はどこへ行ってみよう。情報は少しでも多い方がいいわ。もう一度いろいろと聞いてみましょう。館長さんって優しくて素敵な人ね。まあでもね、株とかやって。島田さんって見た目感じが悪いわね。というよりも神経質なのよあの人。いろいろなことに細かいのよね。そう。相原さんっていい人よ、とっても。橋本さんってそうね、多分人付き合い。あの古文書に宝のある。どうかしら。隠されてよくはわからん。古文書っていつもがほら近くの床にスパナが落ちていたんだけど。え、それってどういうことかしら。ううん、なんでもないわ。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。本当だわ。その上ガラスケースまで割れるなんてね。偶然が重なることもあるのね。でも誰にも怪我がなくてよかったわ。さてどこから調べてみようかしら。他を当たりましょう。次はどこへ行ってみよう。館長さんって優しくて素敵な人ね。ああ、そうだね。みんなにも気を使ってくれるいい人だよ。秘書の高野さんって綺麗で優しい人ね。ごもっともごもっとも。ああいう人がいると職場にも腹があっていいね。島田さんってどんな人なの？研究以外の話はあんまりしたことがないけど、ここの給料の割には金回りがいいみたいだよ。橋本さんってどんな人なの？私よくわからないんだけど。そうだね、もう少し周りに気を使ってくれるといいんだけど。さっきもね、資料の上でタバコを吸うから注意したところなんだよ。タバコ。
本所の話をもう少し聞きたいんだけど。ああ、さっきのやつね。残念だけど、僕は専門外なんだ。島田君は結構調べていたみたいだから、詳しいんじゃないかな。あら、そう。隠されている宝って、一体どんなものなのかしら。あれはね、ただの言い伝え。本気にしない方がいいよ、お嬢ちゃん。古文書って、いつもガラスケースで運んでるの？まあ、よほどのものでない限り、その方が手間が省けるからね。立体資料館の床にスパナが落ちていたんだけど。なんだ。さっきからここにいないと思って探してたんだよ。だけど、誰が持ち出したんだろうな。いきなり停電が起きてびっくりしたわね。ここに来てから長いけど、あんなことは初めてだよ。